ディープテック研究所。この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です。皆さんこんにちは、ビジネスインサイダージャパンの三村隆です。ディープテック研究所第2回ということで、先週から引き続き核融合ベンチャー京都フュージョニアリングの瀬古さんにお越しいただいています。瀬古さんよろしくお願いいたします。瀬古です、よろしくお願いいたします。はい、ということで前半ではですね、京都フュージョニアリング最近注目の核融合ベンチャーのこう最近の動きみたいなものをいろいろお話しいただいたと思うんですけども、ここからはですね、世界の動向というか、日本に比べてやっぱり世界かなり活況ということで、世界の動向を伺っていきたいと思うんですけれども、実はですね、今日のお話を伺う前に事前に広報さんと打ち合わせさせていただいたところですね、瀬古さん最近めっちゃ世界飛び回ってるんですよみたいな話を伺いまして、はい、これ世界で何を暗躍されていらっしゃるんだろうというのをちょっとぜひ聞いておきたいなと思ったんですけども、その点いかがでしょうか。人物金というところはあるんですけども、もう少し噛み砕いて申し上げると、事業開発、あと投資家周り、あと研究開発の促進、あと、国との関係というのも重要になってくるので、障害関連ということをさせていただいております。実際人物金っていう観点でいうと、人っていう意味では、はい、どういうことをされてるんですか。そうですね、会社の規模も大きくなってきてるんですけども、一方でアメリカおよびイギリス、またはカナダですか、はい、ヨーロッパ、そこで我々の事業を拡大していきたいと思っていて、そこで人の採用をしていきたい。でその中でも本当のトップクラスのサイエンティスト、エンジニア、あとビジネスパーソンのような方々を採用したいと思っているので、人の採用というところが非常に重要かなと。これそれぞれの国を挙げていただきましたけれども、そこの国っていうのは何ていうか、何を基準に。そうですね、この核融合の業界ですと、アメリカ、イギリス、カナダ、ヨーロッパ、このあたりがまずマーケット、顧客として重要なマーケットの部分になります。はい、なので顧客と の商談折衝という形で飛び回っていると同時に、そこに拠点を構えてビジネスを拡大していくというところをやっております。これちなみに、アメリカは当然核融合ベンチャーたくさんありますし、国としても政策として力を入れていきますよっていうものを発表していますと。でイギリスは EU から離脱して、エネルギーとかそういう技術ちゃんと優位性持たせていかないと困るよねっていうことで、結構力を入れてらっしゃるなっていうのは分かるんですけども、カナダってなんか突然出てきた感じがするんですけども、そうですね、カナダって注目なんでしょうか。はい、まずカナダにですね、核融合ベンチャー1社あって、ジェネラルフュージョンという会社があります。はい、よく名前伺いますよね。はい、アマゾンのジェフ・ベソスも投資をしているような有名な核融合の老舗の会社なんですけれども、一方でカナダというのはですね、この核融合に必要なトリチウムを実は世界的に供給をしている国でです。なので核融合開発を行うと思うと、実はカナダと切って切り離せないような関係になってくるという。それはもう日本だけに限らず世界中で核融合ベンチャーあるなら、カナダはもう重要な、はい、例えばコモンウェルスであったり UKEA だったりトカマクエナジー、彼らが実際に核融合で火をつけようと思った時にトリチウムが必要になると、その時にはもうカナダからトリチウムを買わなきゃいけないという形になりますので、はい、唯一なんですか。唯一です、今のところ。それって なんでカナダにそんな技術が眠っているのかって、なんか伺ったら何かお答えいただけるものなんでしょうか。そうですね、ここは原子力と実は結びついてくるところなんですけど、トリチウムがどうやって作られてるかというと、カナダにある原子力発電所、そこの技術を用いて、もしくは原子力発電所の中から出てくるトリチウムで、原子力発電の中ではもうトリチウムはゴミになってしまうんですけども、核融合ではそれが貴重なエネルギーになるという形、燃料になるという形ですね。じゃあそこでこ うまく燃料として使えるトリチウムを作る技術っていうのがカナダにあると。カナダにある。で、はい、それはもうカナダ以外なかなかもう真似できない感じ。そうですね。でもう一つ重要な切り口が、作ろうと思ったら作れるんですけれども、例えばアメリカの 軍事研究所のようなところでそういったことはできるんですけれども、それを核融合だったり平和利用の形に持っていくっていうのは、実はカナダしか今世界的にやってないっていうのがあります。なので逆に言うと、アメリカですと軍事研究用途として、例えばミサイルのところに積んでしまうだったり、そういう話が出てきますので、なのでカナダはこの燃料の平和利用、安全利用のそこを世界をリードしている国になりますね。そういう意味では、ある種今後本当にこう核融合が、
中にはトリチウムを使わないタイプの核融合研究されているベンチャーもありますけれども、はい、まあ、とはいえメジャーなのはやっぱりトリチウムを使うところですよね、ってことを考えると、そこのなんていうかうまく利用する、はい、まあ、法規制なのか仕組みなのかわからないですけど、そこのなんていうかそこを整えるっていうのは結構ポイントになってくるわけですよ ね、先ほど申し上げた障害と言っているのはまさにその規制作りですとか、 あと国と国との間 の規制作り、ルールメイキング、あとエクスポートコントロールですとか、技術を海外に持っていくっていうところ、そこで のハードルっていうのもいくつかあるので、そういったこともさせていただいているという状況です。皆さん気になっているところとして、今年の5月でしたかね、はい、5月末ぐらいに僕もメール見てびっくりしたんですけども、ヘリオンエナジーが、はい、2028年に核融合で発電して、うん、マイクロソフトに販売しますよって契約結びました宣言して、僕もなんか夜家に帰ってきて、ああもう寝ようかなと思った時にメールでなんか来てるなと思ったら、なんかよくわからないこと書いてるなと思って、思わずそのままなんかちょっと記事書こうと思って記事書いたんですけれども、あれってこうなんて言うんでしょう、あれ本当にできるのかなって、はい、2028年だからまあ5年後ぐらいでしょうか、うんうん、でまあ、5年後なら皆さんできるんじゃないって思う方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、いわゆる核融合って、うん、まあ、そもそも2050年ぐらいにできるよねみたいなことを言われてた世界観が、うん、かつてはあったわけですよね、はい、でその中でじゃあ、まあ、いかに投資が進んで、うん、お金が集まっていると、で研究開発も進んでいるとはいえ2028年にそこまでいけるのかというのは、かなり疑問なんですけど、そこはって実際どう見てらっしゃるんでしょうか。全く逆の2つの意見を私の中では持っていてですね、まず我々本当にサイエンス、エンジニアリングというところで向き合ってる人間、向き合ってる会社として、このプラズマを起こして核融合反応を起こすことがいかに難しいか、はい、でそれをコマーシャル、商業利用していくまでにある道のりっていう、ここの大変さも分かってるつもりですと。その中で彼らのヘリオンのやっている、プラズマ方式で本当に我々が意図するようなエネルギーを取り出したり2028年まで持っていけるのか、ここのバックグラウンドデータのところを我々まだちゃんとやっぱり世界に出てきてないので、そのあたりの論文のデータが、なのでここはサイエンス、エンジニアリング会社としての観点から申し上げると、もうちょっとちゃんとデータを見てみたいなし、彼らとしてもデータを世の中に出してほしいなっていう思いがあります。一方でやはりよくこの核融合2050年とか2060年、国の研究ですとそういったマイルストーン、国の政府の方針だとそういう形なんですけども、そこまでは多分もうこの地球が待ってくれない、それまでにいろんな問題、例えば環境問題もそうですし、地球温暖化の問題もそうですし、やはり2050年を待たずしてこの核融合を実装しなきゃいけない、そのためにはヘリオンのように2028年に実装します、我々のように2030年代中頃までにはもう核融合のものを実装していきますっていうところを本気で目指していかないといけない、そういう意味では新しいマイルストーンを彼らが立ててくれて、で他の核融合ベンチャーもそれに向かってヘリオンに負けてられないという形でさらに加速をさせていく形になるので、ある意味マーケットですとか技術開発、ビジネス開発にとってもいいモーメンタムを作ってくれたというところもあるのかなと思ってます。なかなか、まあそうですよね、ヘリオンって僕も調べて思いましたけれども、先ほどというか 前半ですね、ご説明いただいた京都フュージョニアリングがもともと考えていて、まあ、メジャーな核融合の反応とは結構違う方式なんですよ ね、僕も、ああこういう方式あるんだと思っていろいろ調べながら、これ本当に合ってるのかなと思いながら記事を書かせていただいたんですけど、まあ、そこはやっぱり技術的にどういうものが彼らが持っているのかが分からないと判断しようがない、うん、はい、で我々スベッカラック核融合ベンチャーさんとお話だったり技術的な、はい、議論をさせていただく立ち位置にありますし、まあ、そういったビジネスをさせていただいているので、彼らが本当にどのようなマイルストーンで何を達成しようかというのは分かっています。ただやはり我々としても分かってないのは、彼らのプラズマ条件、はい、どういう条件だとどれぐらいのものが出てきてっていうのはやはりまだ論文にもなってないっていうところもあって、うん、もう少しここは慎重に我々としても見たいなと思っているところですね。これちなみに企業がこう、まあ、ビジネスとして使っていく技術っていうのは、なかなかなんか論文にしちゃうと、なんて言うんでしょう、自社の、それもおっしゃる通りです。そこの難しさもありますね、はい、当然。じゃあ、まあそれもあって、まあ、彼らとしては多分、どのタイミングか、うん、どこで出すのかっていうのは、まあ、きっと悩んでるんだろうな、みたいなところは。はい、
でもう一つ補足的に申し上げると、例えば我々もあの核融合を模した形で の, あの発電実証ということを2025年6年にやるという話をさせていただいていますけど、はい、彼らがあのヘリオンがあのマイクロソフトにあの電力を売電するというお話で、これも大電力ではなくて小電力とあの認識しておりますので、うん、であれば、まあ、できなくはないのかなというところは思ってます、ね。うん、まあ、プロトタイプで、はい、あのまあ本当にそのエネルギーコストとしてその入れたエネルギーよりも大きいエネルギー作れるかどうかはさておき、うん、作ってみて実際に発電できた、はい、売りますっていうのを実現できれば、はい、彼らのあのテキストは達成、嘘は言ってない、嘘は言ってない、はい、まあ、しかもそれってこう多分人類のサイエンスの歴史にとってはすごく大きな一歩になるわけですよね。必ず必要なマイルストーン、そうそうですよね。どこかがやらなきゃいけない、そこはまあどこになるのかっていうのが、まあ、はい、今のところ多分一番早いのがヘリオンの目標ということですよね。そういう意味でですね、まあのまあ、そうやってこう新しい目標を作ったり、まあ、そこに対して資金があの集まっていたりとか、まあ、いろいろ動いているわけなんですけれども、はい、あのまあ、一方やっぱりその、まあ、実現本当にできるのかっていうところについては、やっぱりこう メディアの人間というかジャーナリストとしては、うん、まあ、そろそろ常に厳しい目で見ていかないといけないかなっていうのを、はい、最近ちょっと自分を顧みているんですけれども、うんうん、まあ、実際ですね、あの実現に向けてあの技術的に今その壁となっている部分、その超えなきゃいけないマイルストーンっていうのは、はい、まあ、どれぐらいあるのか、まあ、どういう部分が大きいのかな、そのあたりっていかがでしょうか。あ、その前にまずですね、我々もやはりこの核融合ベンチャーすでに世界で50社60社あると思うんですけど、はい、全部が成功するとは多分誰も思ってないですし、あとそもそもスタートアップって1000人3つぐらいの成功だと思いますので、なのでその中で自然淘汰が生まれてくると思っています。一方でその技術的なところでお話をさせていただくと、ここもサイエンスとエンジニアリングに分けて考えなきゃいけないんじゃないかなと思っています。で、それでサイエンスで申し上げると、まずプラズマをどう作り出すか、でそのプラズマ性能を上げていくっていうところが一つ大きなマイルストーンになってきます。で、例えばそれがトカマク型ですとか、ステラレーター型、このヘリカル型と呼ばれるもの、このあたりですと長年実証されてきたので、あのプラズマ性能を上げていくっていうところの性能を上げるって話なんですけど、例えばそうですね、ミラー型のプラズマですとか、あと完成核融合のところで、そもそもプラズマをどうあの効率的に作り出すかっていうところで苦労する会社も今後出てくると思いますので、あの会社によってはステージが違うかなと思ってます。で、加えて一番大きな次のマイルストーンとなってくるのが、我々は Q 値と呼んでる、あの Q 値、出力 Q、アルファベットの Q に値、ね、そうですね。で、それが何を意味するかというと、出力、エネルギーの入力に対してエネルギーの出力がどれぐらいあの、はい、大きなものになるか、これが1を超えないとそもそもやってる意味がないですよねっていう話なんですけど、これあれですよね、昨年の12月でしたっけ、あの、はい、アメリカの点火施設、国立点火施設、はい、NIF が、はい、レーザーを使ったタイプの核融合で世界で初めて入れたエネルギーよりも大きいエネルギーが出そうだっていうのをこう発表した、それがそうです、ね、いわゆるその Q 値1を超えたということですね。なんですけど、ここも正確にお伝えしなきゃいけないのが、あれはですね、レーザーを作り出すのに必要なあのエネルギーは込みじゃないんですよ。レーザーってかなりあのエネルギーを使います、はい、なのでレーザーをまず温めてエネルギー出力するのに例えば100エネルギーが必要だったとします。でそれに対してこの核融合に持っていくエネルギーってのはだいたい100から1ぐらいになってくると。でこの1入れたエネルギーを彼らは 1.17 ぐらい取り出せたっていう形になってます、はい、なので本来は100入れてるのに対して 1.17 しかまだ取り出せてない。でも核融合反応そのもので見ると1入れて 1.17 出てきてるって、これは世界的に見てもかなり重要なマイルストーンになってる。サイエンスとしてもすごく大きい、そういうことが大事です。ただ多分準備段階のエネルギーまで含めたときに、はい、それプラスにならないと意味ないよねっていうことですよね、はい、じゃあまだまだそこはやらなきゃいけない。 ね、それが、ま、全体で見た時の Q 値、はい、でこれをトカマク式だったりいろんな方式でもまずここの Q 値を1以上に持っていく、で全体も含めて Q 値を持っていくっていうところが大事になってきます。今でいうとその100に対して1点など、100っていうのは大体そういうものなんですか。でですね、これがレーザー方式だとやっぱりレーザーってすごくエネルギーを食っちゃうので難しいんですけど、はい、トカマク式だと実はあのそこまでのエネルギーを食わない。じゃあそれが方式によって結構違うので、まあそれぞれそのつまりエネルギーを発生させるところでどれぐらい発生させなきゃいけないかっていうのが、はい、もう方式によって大体 の見立てはついていると、はい、でその中でこの方式だと、
やっぱりいいよねとか、この式ってその全体を考えると難しいよねっていうのがもう大体分かり始めてるっていう状況ですかね。それってもうなんかエネルギー作り出すところの、そのまあトカマク型とかヘリカル型とかお名前出てきましたけれども、そういうまあ核融合炉のタイプとまあ皆さん認識していただければいいと思うんですけど、そのタイプで決まっちゃうものなんですか、それとも実際 のまさに京都フュージョニアリングがやられている取り出す部分でも結構大きく左右できるような気がするんですけれども。両方大事です。はい、じゃあまあそこの性能を上げていくっていう技術開発はまあ既存のいろんなベンチャーさんがやられていて、まあ京都フュージョニアリングとしてはまあその全体システム設計プラス前半でお話しいただいたような素材開発みたいなところでまあやっていくと、まだそこのなんていうか敷地を超える感じのものはまだ出てきてないんですけど、この敷地を超えてくる会社が今後3年5年ぐらいでだいたい5社ぐらい出てくると思っています。でこの後もう窮地敷地を超えた後は実装の世界に入っていて、あとはどれだけ効率をしていくかっていう世界になるので、そこまで行ってしまうと突き走り抜けるだけというフェーズに移行できるかなと思ってます。なるほど。それってその5年ぐらいでそういうところが出てくるっていうのはまだ結構その各社さんプロトタイプ作っているフェーズだと思うんですけれども、作ってるっていうことはまだそこで検証ができてないのかなと思ってしまうんですが、はい、そこは5年ぐらいで出てくるっていうのはどういう見立てでそれぐらいで出てくるだろうなというふうに思われてるんですか。そのプロトタイプをそのプロトタイプが何のためにプロトタイプを皆さん開発するかというと、はい、まさにその敷地を超えるような炉設計のコンセプトを仕上げて実際建設するというのはこのプロトタイプの目的になります。で直近ですとアメリカ政府エネルギー省が、そのプロトタイプとして有望な8社を選んで、で国としても予算をつけて走り始めるということをやっていて、でそのマイルストーンが、まず炉設計として完成させるのが来年で、実際に作り始めるというところもあるので、その8社プラス我々の見立てですとあと5社ぐらい加えた13社ぐらいが走っていって、そのうちの3から5社ぐらいは敷地を超えるようなコンセプトとしてもこれ面白いなと思っているものいくつかあるので、まあ、ある程度その理論的にいけるだろうなみたいな前提で炉を作ってるということですよね。逆に言うと今見てもいやそれそもそも無理でしょというのもいくつかあるんですけど、なるほど、はい、核融合産業協会のレポートでもこういろんな方式があるのはおっしゃる通りです、はい、当然多様性がないと技術が全部まとめて死んじゃうからダメだよみたいなことが書かれていて、はい、まさにそういうことですよね。そういう意味ではそのなんて言うでしょう、核融合って夢の技術だよねみたいなことってこう長らく言われてきましたけれども、そのなんていうかそもそも核融合できるかどうかみたいなレベルのプロトタイプっていうのはもうかなり昔にもう終わっていて、ええ、今となってはその何段階も進んだプロト同じプロトタイプだけれども、うん、なんか全然違うことをこう試すためのプロトタイプで、それがもう実はなんていうかあとそこの壁を越えればそういう瀬子さんおっしゃるようなこの実装フェーズに入れるようなレベルのプロトタイプが今まさに世界では作られ始めている、はい、そうですね、なので3年5年待っていただくと私が言ってたことがおいおい全然じゃないかっていうのか、それともそういうことを言ってたんだっていうことができると思うので、いやこれ失敗してたらちょっと恥ずかしいですぜひまあうまくいってほしいところ、はい、でじゃあまあそのまさにその先ほどアメリカの方でいろいろこう有力なところに投資されているかっていう話ありましたけれども、欧米見ていくとそのいわゆる炉を作っているベンチャーさん、まあ、フルスタック型というんですかね、の核融合ベンチャーさんたくさんあると思うんですけれども、はい、ズバリですねもう世界を飛び回ってる瀬子さんにお聞きしたいのは、どこが勝つんですかっていう、まあ、勝つっていうのはまでは言い切れないにしろ、はい、勝ちそうなベンチャーって結局どこなんだろうかっていうのは多分皆さんめっちゃ気になってると思うんですよ、はい、いやそこに日本に勝ちそうなのないのとかも含めて結構気になってると思うんですけど、そこら辺ってこう、まあ、角が立たない範囲でお願いしたいところではあるんですけども、はい、じゃあ結局どこが勝ちそうなのか、すごく角が立つのでお答えが難しいんですけれども、はい、あと我々そのビジネスモデル上すべての核融合ベンチャーもしくは国の研究機関が顧客になるので、まあ、そういった観点からも申し上げにくいっていうのはあるんですけど、一つの参考指標になるかなるのかなと思っているのが今年の5月ですかね、アメリカ政府エネルギー省がマイルストーンプログラムといって、有望な、炉形式の核融合ベンチャー8社を選んでいます。で名前で言うとコモンウェルスフュージョンシステム、トカマクエナジーで、プリンストンセラレーターで今シアエナジーという形になっていると、あとフォーカストエナジー、エクサイマー、タイプ1エナジー、ザップエナジー、
というような会社がありますの でそれぞれですね、例えばトカマク形式ですとかレーザー形式ですとか、あと完成核融合 FRC 型、いろんな形、いくつもの炉形式を選んでそれぞれに競わせて開発をしていくと。でこれアメリカの政府が公認しているという形なので、一つの本当に重要な指標になりますし、大事なプログラムになってくるかなと思ってます。政府として期待している企業、そうですね、これアメリカの会社だけじゃなくて、じゃないですね、トカマクエナジーなんてイギリスですよね。で、この背景を少しだけ申し上げると、もともとスペース X が出てきたアメリカのコッツプログラムを模して、はい、この核融合でも同じようにスペース X を作ろうというプログラムが走っているのがこのアメリカのマイストーンプログラムになります。でスペース X ももともと1社がこう出てきたわけじゃなくて、数十社核融合、すみません、宇宙産業の中でのあった で、ね、でその中で開発競争をした上で最後勝ち上がってたのはスペース X という形なので、確かあの時はなんかボーイングさんだったかヤバスさんだったかとか、ここら辺もなんか加わってされてましたよね。それと同じようなことをアメリカ政府としてはやって、自分たちがこう、うん、まあ、お金もかなり渡しているということですよね。そうですね、最初まず50ミリオンなので少額なんですけど、そこでマイルストーンを達成した会社にはそのさらに数倍から10倍から数百倍のお金をつけて加速をさせていくというのがアメリカ政府の狙いですね。50ミリオンか、少額っていうのはなかなか日本にいるとびっくりしちゃいそうな、これちなみに先ほどのお名前挙げていただいた中に日本企業はない感じですかね。ないんですよね残念ながら。でただこれは例えば日本で2社さん、ヘリカルエナジーさんと、はい、ヘリカルフュージョンさん、すいません、ヘリカル型とレーザー型という2つの大事な形式の核融合ベンチャーが日本でもあるわけですけど、同じ炉形式の会社がこのアメリカのマイルストーンプログラムに選ばれているということを考えると、数字とすると全然悪くないし、勝ち筋はあるんだろうなと思います。でそれを例えばそのタイプ1エナジーという会社、これできてすぐ80ミリオンの調達をしてるんですけども、じゃあ同じような炉形式でやってるヘリカルフュージョンさんがいくらかっていうと、まだ10億円ぐらいと。でこういう技術はせっかく日本にあるのに、お金の使い方、お金の回し方で引っ張っていくのがうまいアメリカというところは、我々はよくよく考えてうまく事業を組み立てないとまた持ってかれちゃうなっていう危機意識はすごく持ってます。どこが勝とうとも京都フュージョニアリングとしては、まあうちのやつ使ってくれればいいよねっていう感じの、はい、割とこうなんかその競争から逃れているって言うとあれですけれども、これは意図的に、はい、そういうことをさせていただいてますね。それはじゃあちょっと比較的心持ちは安心してその競争を眺めていられる感じ、はい、でも逆に言うとあれですよね、そのできましたけどオタクまだですかみたいな圧力がかかってくると結構きついですよね。はい、でそこはですね、まさに我々もこの100億円の資金調達で研究開発を加速させていって、で彼らが欲しいといった時にはもうできている技術を作り上げないといけなくて、逆に言うと我々が開発が遅れてしまうと他にこの技術を提供できる企業っていうのはこの本当に世界的にないので、我々ないんですか、ないんです、ないのではなくてないんです。なので我々が失敗する、もしくは我々の開発が遅れるっていうことは核融合全体のボトルネックになりかねないかなと思ってます。それはちょっとぜひ頑張っていただきたいっていうのと、まあ当然まあ、まだまだ研究開発で資金かかると思いますので、まあ、投資家さんとかいろんなところからそういうサポートもいただきながらという形になるということですよね。直近でですね、アメリカのにいらっしゃる、はい、ノーベル物理学賞を受賞された中村修司さんが、はい、ブルーレーザーフュージョンという、 こうレーザータイプの核融合をするベンチャーを立ち上げましたっていうニュースが結構こう、それも確か日経新聞のプッシュ通知で僕は拝見して、はい、お中村さんと思ってこう感動してたんですけれども、今から新しく核融合ベンチャー立ち上げるのって結構大変だと思うんですよ、うんうんうん、もうなんていうか3年前であればまだこう、うん、核融合の流れにこう、ギリギリの
取りこぼされずに行けるかなと思ったんですけど、今から行くのって結構大変なような気がするんですけども、そのあたりってこう、うん、核融合ベンチャーにまだ立ち上げても大丈夫なのかっていう意味も含めて、あの動きをどう見てらっしゃるのか。まず核融合ベンチャーは私はまだまだ出てくると思ってます、うん、でその中で露形式にこだわるっていうよりかは、例えば我々のような周辺で大事なところをやる会社であったり、あの中村さんがされたようなベンチャーのような形も出てくると思ってます。で中村さんがされようとしていることを私なりに解釈しているところとすると、先ほどレーザーですとアメリカの国立研究所で100入れて、はい、1をさらにそこからあの核融合反応を起こすために入れて 1.17 っていうところだったんですけど、この100から1を入れるところをあの技術改良してより効率的にやろうとされてるんじゃないかなと思っていて、でも核融合を起こすのはこの1を 1.17 とか、あのこの核融合反応をそもそもどう起こすか、どう効率に起こすかっていうところはおそらく中村さんの専門外なの で、 そこのレーザーの技術と核融合の技術をどう組み合わせていくかっていうのが、あの会社の今後のチャレンジになるんじゃないかなと思います。確かにもともと中村さんはあの青色 LED の開発でノーベル賞を受賞されたの で、 で、ね、僕もあの、まあ、当然中村さんがやるのはレーザーだろうなっていうのはなんとなく思ってましたし、うん、まあ、青色でやってたのでそういうなんか強いエネルギーを持ったレーザーの技術は当然お持ちだろうなっていうのは思っていたので、はい、まあ、そこの最初の100のところをじゃあこれ50になりましたとか30にできましたってなると、それは ものすごいインパクトになるわけです。インパクトになりますね。あ、まあ、そういうふうにこう核融合全部って考えるとちょっと大変かもしれないですけれども、こうどこのポーションでその存在感が発揮できるかみたいなのを考えると、まあ、実は結構まだまだ参入ですし、この核融合の産業が本当に花開いた先には、はい、まあ、ブルームバーグの試算ですと40トリリオンなので4000兆円の市場規模と言われていると。でその中ではあの1社が独占するなんてことはありえないですし、本当にいろんな産業が組み合わさって、サプライチェーンが組み合わさってというところなので、もっともっと逆にいろんな会社が出てこないといけないのかなとは思います、ね、そういう意味ではあれですよね、あの古川電工さんでしたっけ、あの、超電、あの核融合を作るにはすごい強い磁石が必要なので、はい、その磁石を作るため の、 あの超電導コイルを作ってらっしゃるめちゃくちゃ有名な会社、はい、世界的に有名な会社が実は古川電工さんですけれども、そこがこう生産量を2倍にするとかいう話も出てましたね、それはまさにそこの見越した動きというふうに言われてますよ ね、 そういうのが実は需要が増えてくればもっとなんかワンプレイヤーだけじゃ足りなくなってくるから、うん、じゃあ同じ技術うまく開発できればどんどん参入できるかもしれないしみたいな動きが、そうですね、そこで1点申し上げたいのが、古川電工さんもそうですし、今のこの高温超電導っていう話ですと、他にも藤倉さん、あの日本の会社さん、ね、あ と、住友電工さんで、この3社ってあの高温超電導の世界ではもう世界的にトップメーカーさんですというところで、やっぱり日本ってそういう優れた技術、本当に世界から欲しがられるような技術をたくさん持っていて、でも一方でこの核融合っていう世界が花咲かないとなかなか社会実装には遠いっていうところもあるので、逆の言い方をさせていただくと、花咲くと日本の面白い技術が一気に世界に出ていくチャンスになるというところで、そういう産業づくり、産業構造の変化も含めて我々はあのうまくあの核融合産業を花咲かせていきたいなと思っているところですかね。なるほど、すごいこうなんかクロートの人が知っている企業だと思うんですよ、うん、なかなかこの表舞台にっていうとあれですけれども、こう消費者として例えばこういう お水を作ってますとかと比べると全然こうなかなか目に触れない企業さんだと思うんですけども、実はそこにこうめちゃくちゃなポテンシャルが埋めてるっていうのはちょっとこうなんかぜひそういった方がご覧いただいてたら、あの取材に伺いたいっていう気持ちが、改めてですけどこの核融合をさせていただいてて日本すごいぞっていうのは心から思いますね。それはもう技術の種というか要素技術がめちゃくちゃあるということです、はい、そういうもともと強かったあの技術を使ってあの国際プロジェクト の、 あの、はい、ITER にあの日本ってこう参加しているじゃないですか、ITER っていう、まあ、フランスで世界7局 の、 あの方々というか、まあ、国々とか地域が集まってめちゃくちゃ巨大なプロトタイプ の、 あの核融合炉を作ってるあのプロジェクトがあるんですけど、そこにこう日本のそういう、まあ、技術が実際にこう導入されていますよね、あれあの最近すごくこう遅れそうだみたいな、ね、話が あ、 のあって、まあ、基本的に日本政府が立てている核融合戦略っていうのも、うん、そのイーターありきっていうとあれですけども、うん、あれを基準にこうじゃあ何年ぐらいにはみたいな話されていると思うんですけれども、あのプロジェクトが遅れる
ことによってその、まあ、今まで散々お伺いしてきたその、まあ、2028年にヘリオンが頑張るとか、じゃあ30年代にロー作って実際にみたいな話っていうのは何かこう、うん、なんて言うんでしょう、あの動き、ね、ネガティブな要素になってくるのでしょうか。なんかこうベンチャーはもう全然いいだとか関係なく進めちゃうのか、でもやっぱりそこで検証されなきゃいけないものがあるのか、うんうん、そのあたりどう見てらっしゃるのか。我々含め、今核融合ベンチャー特に資金調達をある程度してるっていうところしている会社は、イーターのマイルストーンとは別のマイルストーン、より早いマイルストーンでいくつも の、 あの技術実証をしようと動いていますので、今回のイーターの遅れ、あの技術的なマイルストーンの遅れというのはそこまで民間のおよびベンチャーの活動には影響してこないかなと思ってます。で、じゃあイーターは何のために存在しているかというと、はい、やはりイーターっていうのは我々にとっても重要だと思ってます。というのはこの核融合の研究開発っていうのは今後30年50年100年とずっと続いていくものだと思っていて、基礎研究はいくらやっても多分あの満足するものはなくて、常にあの科学っていうのは進歩し続けるので、やはりその基礎研究をずっと続けた機関としてあの ITER だったり国の研究機関というのは非常に大事だと思っていると。でそれを一気に早くいろんな技術であの推し進めようとしての核融合ベンチャーなので、やはりあのピュアなサイエンスもしくはサイエンスの領域とアプライドエンジニアリングというか、そこはあの少し分けても考えていいフェーズに逆に入ってきているのかなという思いですね。ここらで最後の質問とさせていただければと思うんですけど、まあ、こういろいろこう世界、まあ、日本含めていろいろこう動いてきて、まあ、核融合本当に盛り上がってきてるなっていうのは肌に感じているところですので、まあ、加えて企業もあのかなり活発になっていると、うん、でまあ、だからこそこう改めてもう一度そのあのちゃんと伺っておきたいなっていう、まあ、整理しておきたいなと思うんですけれども、はい、その核融合を実現すること、うん、その、まあ、そこってこう結局その実現によって世の中ってどう変わっていくんだろうか、なんかそこをこう最後にちょっとバシッと、うん、あの言っていただいて最後の質問とさせていただければなと思うんですけれども、なぜ核融合が必要かっていうところなんですけど、はい、逆に言うと世界で今何が一番問題になってるかというところからお話をさせていただきたいと思います。逆に三村さん、何が今一番世界で問題になってますか。世界で一番問題になってることですか、はい、気候変動の問題が一つ、エネルギーというところから紐づいたときに、うん、が考えられる一番の問題にはなると思います。ただ、まあ、問題っていろいろあるわけです、まあ、食料の問題とか、ですね、もそうですし、まあ、人口増えすぎたときの社会システムどうするのとかっていうのも問題ですし、うん、まあ、いろんな問題はあるだろうなというところで、なかなかそこにこう優劣をつけるのって結構きついっていうのが正直なところかなと、はい、そうですね、あの同じ質問をあの最近いろんな人にさせていただいていて、例えばあの面白い答えとして返ってきたのが、社会の一番の問題はハッピネスだと言っていただいて、はい、方もいらっしゃるんですけど、ちょっとこの核融合っていう文脈でお話をさせていただくと、やはりこのエネルギー問題と環境問題、これがあの私にとっては究極的な今の問題だと思っていて、でこれってあの一つ一つ単体の問題だったら解決するのって簡単だと思うんですよ。例えばエネルギー問題、エネルギーが足りないっていう話であれば化石燃料燃やせばいいですよねって話になると思う。で環境問題だけだったら、じゃ あ、 あの違うソリューションありますよね。だからこれが2つコンバインされるとすごく難しく、多分解くソリューションが今のところない問題になっているというところで、だからこそこの核融合っていうのがあの原理的にもかつあのエネルギーの量的にももう究極的に安心で安全で大量にあるエネルギーを人類に届けられるソリューションだと私は思っているので、だからこの核融合っていうのが大事で世界的にも注目されていると。まあ、世の中にいろいろ問題はあるけれども、うん、現状ってそれがかなり複雑に絡み合った中で問題化していって、それぞれ一つの側面からしか解決 し、まあ、しようとしてないっていうとあれですけれども、うん、一つの側面から解決できるソリューションはあるけれども、それだとこうニッチもサッチも正直いかなくなっている、ね、込み入った課題を核融合を使えば解決できる。エネルギーの問題を解決ソリューション解決するソリューション、例えば原子力でもいいと思います、はい、じゃあ環境問題、を解決するソリューション、じゃあ風力でもいいかもしれません、はい、でそこに例えば原子力だと確かにエネルギーの問題、環境の問題っていうのはクリアできるかもしれない。じゃあ安心安全っていう問題も気になってくる、いろんな形の問題が複雑化したときに
今人類が手にしているソリューションというのは私はないと思っています。でそれを一気に解決するのが核融合だし、この核融合っていうエネルギーを手にすると人類っていうのは次の人類に行けると思っていて、っていうのは先ほど三村さんがまさにおっしゃっていただいた食料の問題、水の問題、社会システムの問題、これも紐解いていくとエネルギー問題も私は終始していくと思っています。なぜなら今例えば水もそうですし食料も電気さえあればエネルギーさえあれば作れる時代に入ってきていると思います。なのでエネルギーを安定的に低コストで、そうするとコモンズの世界とかの違う世界に持っていけると思っていて、そうすると食料も水も人類は安定的に手にできるような時代に持っていけるかもしれないってなると、じゃあ社会システムそのものも変えられるよねっていう問題になってくるので、やはりこのエネルギー問題と環境問題を抜本的に解決するソリューションを手にするっていうのが究極的に大事かなと思って、一番根底にある一番解かなきゃいけない課題がそこで、それを同時に解決できるのが核融合っていうのが今のところ見ると有力なんじゃないかという、なるほど、ちょっとじゃあ次の人類になるべく、なるべくなのか分からないですけれども、はい、じゃあそれがまあもしかしたら3年5年ぐらいで本当にそこのステージに我々がいけるかどうかっていうのが問題になってくるかもしれないし、でただそういった理想的な社会づくりを我々もまあ目指してやっていきたいんですけど、一方でエネルギー地政学の話もあって、じゃあロシアの問題もありますし、今ってこの中東 のオイルを持ってくる国が豊かになってる、はい、まあ、何豊かっていうのもあるんですけど、で次じゃあ核融合のエネルギーが成立した時にはエネルギー技術、エネルギーはもはや資源じゃなくて技術に移ってくるので、はい、エネルギー技術、核融合ってエネルギー技術を持つ国と持たない国っていうところで分断されないようにうまくシステム設計とか、はい、それこその障害みたいなことが重要になってくるわけです、ね、はい、前編後編と合わせてかなり国内、まあ、京都フュージョンニアリングの話から世界の状況とこれからの、まあ、ネクストヒューマンというか人類なのか、お話までたっぷりお話聞かせていただきました。瀬古さん本当に今回お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。ディープテック研究所ではご出演いただけるディープテック企業を募集しています。次戦他戦は問いませんので、コメント欄や概要欄からリクエストをお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。